で今日は少し皆さんにちゃんとなんだろうな、こう謝るってこう言わないといけないことがあって、それ言わないといけないよ。本当に。そんななんか優しい感じの話じゃないよ、これ。マジで。よく考えたら。うん、ゲストにおち出せ。ゲストにおち出すの忘れてたごめん。そうなんですけどね。はい <coughs> え、サングラスなんで走ってるかは、もう冒頭見てください。え、とんでもない顔になってるから、えー、してます。<laughs> ガーシーさんに口止めする詐欺が流行ってますけど、青字老人の名前も出てました。そうなのよ。そう。これもちょっと言いたいんですけど、僕最近、知り合いの社長さんに、えー、そのガーシーさんの件で、200万払うからなんとかしてやみたいなラインがいきなり来たのよ。え、これ何のことって話で、えー、いろいろ聞いてみたんですよね。それ何のことですかって、ガーシーさんと僕 DM はしたことあるけど、会ったこともないし、よくは知らんよって言ったら、えー、なんか、その知り合いの社長さんも A さんって感 しましょう。A さんが周りの芸能事務所の社長さんから、青汁ならガーシーを止めることができるから、300万払ったら青汁を動かしてガーシーの口止めしてやると。で、君のなんかその友達とか周りのタレントを、えー、の名前を出さないようにしてあげるっていう裏工作をしてあげるみたいな話をされたと。で、その社長さんケチだから100万値切ってきて、えーちょ、青汁直接だったら200万でいいんちゃうみたいな感じで送ってきたんですけど、なんなわけないじゃんって話で、え僕からするとえ何のことって って話なんですよ。で、まあ、なんかいろいろ手口をね、いろいろ暴いていくと、ガーシーさんがフォローしてる人のリストが40何人かな、今、ぐらいしかいないらしいんですけど、その人たちの名前を使って、俺ガーシー止めれるぜ詐欺がめっちゃ流行ってるんですよね、今。で、ちなみに港区とかでめっちゃ流行ってます。で、なんなら僕はガーシーを動かしてるとか、も、ま、う、あ、絶対ないですよ。そんなこと待って、100、点10に日かってないんですけど、そういう噂までされてるんで、マジで世の中、わからんですね。 だから、この間まではさ、ぶっちゃけその BTS に合わせる詐欺とかさ、なんかヒカルさんに合わせる詐欺とかなんかよくわかんないですけど、そういう詐欺をやってたガーシーだってなってたわけじゃないですか。道それで悪ってなつってたのが、今度はガーシーを止めるっていう風に使われる側になっちゃってるから、もうほんとわかんないもんですよね、人生って。いや、びっくりしました、マジで。 なんで僕はね、あの、えっ、ー、と、別にガーシーさんを止めれる力も何にもないし、はい、別に止められたとしても別に僕がなんか言って、すげえ仲いい人とかだったら分からんですよ。どうしてもって頭下げるかもしれんけど、別にそういう関係でもないし、そういうことはないんで、はい、それは勘弁してください。はい、もうガーシー止めれる詐欺に、ま、僕の名前また使われて、またそういうこと言うとまた反射とか言われるから、本当に。また、あ、そういうこと言反射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 言われたか反射どんだけ好きなんでって話なんだけど、はい、僕は全く関係ないんで、そこだけちょっ ちょっと注意してください本当に多いからね今、はい、Z リーさんもつぶやいてたいや Z リーさんはちょっとやばいっすねそれ Z リーさんの件で俺ちょっと本当に今大変なことになってて実は。